老古指揮、き、三教指びきは、空海による宗教的具有小説に固くした出家宣言の書。序文から延暦16年12月1日に成立していることがわかる。空海が24歳の著作であり、出家を反対する親族に対する出家宣言の書とされている。ただし、この時の題名は、老古指揮きであり、空海自筆とされるものが、 現在も今後をポージに伝えられて国法に指定されている。その後、天朝年間に同省序文と住院士の改定して、朝廷に献上した際に署名を三教指揮に改めたと考えられている。密教学者の安倍隆一は、老古指揮の改定には50代になった空海の心境の変化や仏教思想の進化を反映させるとともに、社会的地位の変化に伴って、 老古指揮の特に序文に記された当時の律令国家においては反社会的な性格を有する儒教批判、文章警告主義批判を抑制したものになっている。そして朝廷に献上された三教指揮が宮廷で広く読まれたことが俗日本語記上は2年3月25日上に記された空海の隠れ伝からわかる。 また、民間試験の一つである対策においても三教の関係について問われる場合も多く、三教湯引きを読むことは、当時の貴族社会においては実用的な意味も有していた。幽霊な46弁令体で書かれている。昼木きばこし、とかくおやけ、き先生、巨望院ういんし、かなきのご名による対話討論形式で叙述され、議局のような構成となっている。 木毛先生は儒教を支持しているが、巨坊因子の支持する道教によって批判される。最後に、その道教の教えも、金吉辻が支持する仏教によって論破され、仏教の教えが、儒教、道教、仏教の三教の中で最善であることが示されている。弁償法的な手法によって、仏教が論理的に商用されている。日本における、 最初の比較思想論であり、思想の主体的実存的な選択を展開した著作である。宗教学者の島、その進むは、本書における儒教と道教の記述が、仏教の記述と比べて不十分かつ、深みがないと指摘している。しかし、本書は3つの宗教を比較し、空海自身とそれらとの関係について考察しているため、日本における、 宗教学の先駆けと位置づけることができるとしている。安倍隆一は、改定前の、老古指揮に対する、これまでの内容面に対する評価の低さや、後世における空海が真言宗の開祖、工房大師であることを前提とした研究を批判し、空海出家時の心境や密教との出会い、出家当時の仏教環境などを知る上で重要な資料であるとしている。ありがとうございます。